こんにちは、アクレプチャンネルのメラです。今映っているのはコーンスネークのゴーストというモルフになります。今日はこの子に生きたヤモリでもね、与えていこうかなと思います。こちらが与えるヤモリですね。ちゃんと元気いっぱいですね。ヘビにヤモリを与えていきます。こんな感じで食いついてくれました。まあ、ピンセットだからね、結局冷凍とねあまり変わんないんですけど、まあこんな感じに食べてくれました。まあ、やっぱりねマウスの方がすぐ食べてくれますかね。普段ねヤモリ食べないんで、まあちょっとね、まあちょっと食べれるのかどうかっていうのがねあったのかもしれませんね。まあたまにはねネズミじゃなくてね、こういったヤモリの方をね与えるのもいいんじゃないかなと思います。でなんでカツヤモリを与えたのかっていうと、まあ冷凍ばっかりだとねやっぱ飽きちゃうんじゃないかなと思って、でうちにあった冷凍じゃない、生きたヤモリを与えました。まあ生きたネズミをね与えたいなと思ってたんですけど、まあ売ってないんですよね、これに合うサイズが。まあなのでねうちにあった生きたヤモリを与えました。まあヤモリもね何も抵抗することなく食われているので、まあ本当にねカツヤモリっていう感じがしますよね。まあこんな感じでね食べてってくれてます。やっぱコーンスネークの大きさもね割とあるので食べるのが早いですね。まあこんな感じであっという間にヤモリを食べ終わりました。コーンスネークが拒食をした時にこういう感じでヤモリをね与えるのもいいらしいです。まだこの子はね拒食入ってないので、まあ、まだね何とも言えないんですけど、まあ今回はねコーンスネークにカツヤモリを与えてみたという動画でした。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。